の声ですか。声のね、声のありかを探しましょう。声のありかというか原因というか、方向としてはマップ見るとこっちなんだよな。あれ、あ、オープニングのあの海に落ちた伝説ポケモンのことかな。なんかいるんじゃない。ほら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 、いるよ。デルビル？ああ、弱ってる、大丈夫？ぐるるるるる、バウバウバウ。うおぉ、強そう。え、落ちた？落ちた？今。落ちた？私落ちた？おぉ。あ、これがスマホロトムの安全機能か。浮くんだ。キャインキャイン。いきなり伝説と出会うぞ、これ。この感じ。マジか。マジなのか。大丈夫？いや、結構大丈夫？君。大丈夫？お腹空いてんの？謎のポケモンは力なく倒れている。元気になるものあげようか。傷薬じゃない？これではなかったみたい。サンドイッチ？ですか？もしかして？やっぱそうだ。あげや。これはもうママが作った。お、食べた。元気になった？元気になるよ。大丈夫か？あ、元気になった？よかったね。あげやーし。ん？洞窟？なんかゾイドみたいだよな。なんかまだ吠えてんな。なんかあんの？洞窟になんかあんのか？なんだ？なんだ？なんだ？なに？なに？ん？ん？おー、なになになに？ああ、変形した。変形したぞ。フォルムチェンジ的なこと？空飛ぶ姿みたいな感じ？あ、乗れよって？乗れよって？そういうことじゃない。そういうことじゃないの。ついてこいって言ってんのかな。いや、まだニャオハしかいねえかな。え？なんだったんだ。あ、でもついてこいって言ってるよね、この感じ。ここ他に何もやれることないもんね、今。ついてこいだよね。ついてきますわ、じゃあ。入り江のホラー穴。え、ここ走れないの？あ、走れた。なんだこの神秘的な世界観は。おーい、ヒロヒコー。ん？そんなとこにいんの？こっちこっち、いた、ヒロヒコ。大丈夫？怪我してない？なんとかー。よかった、本当に心配した。私が声の出所を探そうとか言い出したから。うん、今はとにかくこの状況を解決しないと。どうにか上まで登ってきて、近くに来てくれたらポケモンの技で引っ張り上げるから。でもこの伝説が
ひろひこの前歩いてる。ついてこいって言ってるのかな。そんな感じっすね。そんな感じっすね。見えてるね。見えてるね。あ、強っ。あ、デルビル。わー、すごいすごい。私のポケモンと同じぐらい。いや、もっと強かったりして。あれ？人いない？あ、ヤングースだ。え、この感じ何？ヤングース、ゲットできたりする？あ、いけるんだ。まあちょっと時間埋めよう。あざーす。うん、そうだね。はい、大丈夫っすよ。どっち、はい、そっちですね。行きます、行きます、行きます。なんかでもさっきさ、人いなかった、あそこ。うん、あの人何なんだろう。あ、人じゃない、あれ。デルビル。ヘルガーか。そういうことか。まあちょっと、行きましょう。ん？これは？あ、ディグダだ。ゲットしとこう。まあ今んとこボール投げとけばゲットできるんじゃないの？なんかすごいプラスチック感があんな、今回のモンスターボール。はい。140番台。お？おー、なんかデルビルがいっぱい来た。群れじゃん。な、やめたれよ、そんな。あ、みんなビビって逃げた。すごい強い人なんじゃない？この人。ちょ、なんかあっちのさ、これ気になるよな。この洞窟、暴れん坊のデルビルたちが生息してんだ。ボディーガードがいてて安心だけど強いの、ちょっと早すぎて読めない。これなんだ、草か？なんかエメラルド的なものか。まあそのうちまた来るでしょう、この辺は。おお、すごい。ん？なに？うん。岩が壊れちゃった。すごい破壊力。なんて技だろう。なんだろう。もっと近くで、ああ。ヒロヒコ気をつけて、何か来てるよ。え？ポケモン？何ですか？後ろ後ろ、志村後ろみたいな。ヘルガー出ました。ドルガー。悪炎でしょ。いや、レベル40。無理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 。お、なに、君がやってくれんの？お、なんか格が違う感じするぞ。おー、軍団。
やめろやめろ。いやいや、めっちゃいるじゃん。100匹ぐらいいんじゃない。おーい、こっちを急いで。独特の動きだな。やったね。え、なんであの洞窟に誘ったんだろう。それ謎じゃない？ねえ。すっごい身のこなし、危機一発だったね。灯台を見てる。なんだ。ん？あれ？大丈夫？え、なんか力尽きた。力を使い果たして疲れちゃったのかな。なんだろうこのポケモン。元トカゲってポケモンに似てるけど、こんな姿見たことない。いきなり形が変わったけど大丈夫なのかな。いや、どうなんすかね。ヒロヒコにもわからないんだ。っていうか本当無事でよかった。そういえばさっきの戦いすごかった。ヒルが相手に謎ポケモンと息ぴったりじゃん。この子に指示出してなかったの。まだヒロヒコのポケモンになったわけじゃないんだ。あ、よかった。ちょっと元気出たみたい。さっきの謎の声、正体はこの子だったのかな。ギャオーし。くー、見れば見るほど不思議なポケモンだね。ヒロヒコのポケモンになったら絶対勝負させてね。これ伏線だな。もしもの時のために連絡先交換しとこ。え、そのスマホカバーいいっすね。強いポケモンと戦うための技、覚えさせる道具もあげとくよ。スピードスター。いいんじゃないですか、スピードスターは。技マシンは一回使うとなくなっちゃう。え、一回使うとなくなっちゃう。仕様変更してる。大変な目にあったし、ちょっと休憩。いや、マジ、ちょっと待って、技マシン。一回使うとなくなっちゃうんだ。今そう書いてあったよね、今。技マシンマシンで新しい技マシンが作成できます。おい、なんだそれ。え？うん。そんだけか。まあいいや。大変な目にあってちょっと休憩。灯台登って一休みだ。そうっすね。灯台ね、ここね。ん？なんか人いる？なんか売ってくるんじゃないこの人。あいつは何？なんでいる？なんだ？どういうこと？お前らに言ったんじゃないさ。君確か文系クラスのペパーだっけ。ポケモン博士フトゥー博士の息子さん。ああ、博士の息子。父ちゃんは関係ねえ。そのタイプね、そのタイプね。わかったわかった。それよりこのポケモンがなんでいるんだよ。どうしてこの姿に。いや、崖の下でさっき会ったんすよ。不思議な鳴き声調べてたらヒロヒコが崖から落ちちゃって、この子が助けてくれたの。力を使い果たしたみたいで、その後へたり込んじゃったけど、形が変わる前はものすごく強かったんだよ。だろうな、この姿じゃ戦えねえさ。ミライドンの本当の姿は戦ってる時のフォルムだからな。ミライドンってこの子の名前？なんで知ってんの？あぎゃぎゃーす。研究所には入れねえよ。鍵かけたからな。お前見かけない顔だけど、その制服はうちの学校の生徒かよ。ミライドンは普通のトレーナーが扱えるポケモンじゃねえ。どういうポケモンなの？ふん、ミライドンの世話が務まるか、俺が試してやろうか。
バトルか。ペッパーと バトルです。モヤモヤ気分晴らさせてもらうぜ。おしがりずね。嫌なやつのこと思い出しまった。落とし目つけてもらうぜ。親父と仲悪いのか。噛みつく。この葉。この葉。まあね、まあ呪文を勝たしてくれるよね。ちょっとやるみたいだな。もう1時間以上やってんだもんな、これ。まだチュートリアルみたいな感じだけど。ヒロヒコ、ナイスファイト。捕まえたばかりのポケモンじゃ話にならねえか。ミライドン連れて行くならこれ持ってけ。あいつを制御するモンスターボールさ。ミライドンのボールを手に入れた。だからなんでそんなの持ってんの？やっとボール手放せたぜ。じゃあな。うん、なんなの。ちょっと仕方しすぎじゃない？まあ、そうなるよな。これゲットしろってこと？学校ちゃんと来なよ。不登校か。おかしなやつ。おー、ミライドンゲットした。え？マジ？でもなんか知ってそうだった。今度あったら勝負して問い詰めてやろうね。そうだ、東大、上から学校を見るよ。そうだよね、図鑑登録されたんだよね、きっと。マジ？あれ、そういう感じでもないのか。おいでよ、これ見れないのか、ミライドン。これ、選べないわ。え、どういうこと？まあ、いっか。まあ、行きましょうか。はしごなんだ。南一番エリア。あれが学校か。あれ？なんか、学校のあのなんか真ん中のモンスターボールみたいなのってなんか紫じゃなかった？こっちは海。海サファリパーク。見えますね。ヒロヒコ見て。あれがテーブルシティ。あ、奥に雪山とかね、ボールがついている大きな建物が私たちの学校なんだ。いやー、右も左も面白そう。ヒロヒコと勉強できるの今からすっごく楽しみ。楽しみっすね。そう来なくっちゃ。いっぱい学んでもっともっと勝負しようね。東大からの景色すっごいでしょ。見渡す限りの山、草むらに森。この自然の中、いろんな場所でたくさんのポケモンが暮らしてて、ヒロヒコとの出会いを待ってるよ。なんかオープニングっぽいな。改めてパルデア地方へようこそ。さて、見ての通りまだまだ先は長いんだ。ひとまず途中のプラトタウンを目指しましょう。学校行くだけだよね。レッツゴー。プラトタウンね。プラトタウンに行くと。
ここは降りれないのか。はいはいはい。まあポケモンゲットしながら、どうだろう、このマップ的にさ、なんかいるよね。あ、なんかある。これ見にくいよね。モモンの実。南一番エリア。あ、あの少年に出会うとバトルが始まりそうだな。バトルはね、ガンガンやっていきましょう。手持ちはこれでいいと思うけどな。とりあえずレベル上げながら、図鑑埋めながらでいいんじゃないでしょうか。あ、これ話しかけなければバトルにならないという優しい仕様。ただバトルする。僕たちポケモントレーナーはね、声をかけたらポケモン勝負。もちろん操作。短パン小僧来たー。短パン小僧だ。タマンチュア。あ、草タイプやっぱダメだよな。まあ紙スクでいこう。じゃあこれがホゲータだったら一撃取れてんだよな、きっと。うん、オッケー。まあ地道に行きましょうよ。旅は長いんだ。まあ、戦うのがね、一番経験値稼げるからね。ポケモン強いな。またやりましょう。さて、ポケモンは、あ、コダック、ブイゼル、ヒメリの実、グルトンすげえいるな。水の中はやっぱ歩くのがちょっと遅いとこあんのかな。コダックいっぱいね。グルトン、グルトン、コダック、コダック。あれ、なんかあの下にいない？なんか。あー、これポケモン GO で見たぞ、こいつ。こいつポケモン GO で見たぞ。え、どうしたらいいの？え、ちょっと待って、なんか。こいつどうやったら触れるんだ？触りたいぞ。ちょっと待って、ルリリと対戦になっちゃった。ちょっと待って、マジであいつどうやったら触れんの？いや、違う違う違う、そっちじゃない、そっちじゃないのよ。ちょっと待って、こいつどうやったら触れんのよ。触れないのかな。あ、もしかしてさ、あれポケモン GO とかと連携するとなんかどうにかなったりする？いや、これエイペックスとかだったらスライディングできる。お、なに、あ、ヒマナッツ。あー、しまった、まひってるわ。モンボでしのごう。いやー、ちょっとバグってる。はい、オッケー。そうか、ヒマナッツとかもいんのか。なんか浮いてるぞ。これ傾斜面でバトルすると画面がバグりやすいな。なんかポケモンが思ったより小さいっすよね、なんか。はいはいはい。まあ大体ここで出てくるポケモンは狩り尽くしたって感じかな。おお、スライディングいいね。もう大体 OK っすよね。さて、でここは、あ、プラトタウン着きましたね。